記憶。いやー大変気に食わないんですけども最初からやりますかこのゲームね。もうなんかねいろいろ考えたんですけど、もう最初からやり直してやった方が早いなっていうことで、ちょっと新規スタートでやらせていただきますわ。新規スタート。2周目はもうムカつくんで、あまりにもルイ攻略します。ルイを攻略するんだけど、あなたの名前を、うん、これもまたムカつくんだよ。喋んな、俺が今喋ってんだよ。なんだろうね、他のキャラクターたちのイベントとかも、なんかイベントあるらしいんですよこのゲーム。実は知らなかったかもしれないけど知らなかった人も多いと思うんですけど、実はあるんですよこのゲームイベント。ほぼ見てないんですけどね、多分1個とかしか見てないと思うんだけど、なのでそのイベントとかもできるだけ回収を、各キャラクター、星座と血液型を、俺が喋ってんだ、教えてください。各キャラクターいろいろイベントを見ながら、某1人だけ見ないです。某1人だけ飛ばすんですけど、必要ないと思うので、なので行きましょう。資産の A 型だよ。これでよろしいですか。カードを1枚選んでください。このカード結局何だったんだろうな。これでいいよ、ど真ん中で行こう。あなたのステータスが決まりました。なんか、ね、何回やってもエースを引いてるような気がしないでもないんだけど、まあ何でもいいですよ。もうサクッと行きましょう、サクッと。で早めに、なんて言うんだっけ、ジェラートーニじゃなくて、シュトラールか、シュトラールなんちゃら生みたいなのに入りたいので、最初はひたすら勉強をしていきます。ですから、この辺もカットでいいよ。ふう、校長の話長かった。でもこれで私の高等生活、高校高等学園生活の始まりというわけで、入学式も終わったし、寮に戻って荷物の整理でもしようかな。ねえねえ、あなたさっき私の前に座ってた子でしょ。俺の敵その1。え、あ、そうだけど、なんでわかるんだよ。同じクラスね。私、ベルヘルミーネ。お友達になりましょうよ。なんでこいつの前に座ってたことお前が知ってんだよ。どんだけ観察してたの周り。喜んで。私タマゴンティーナ。今友達になった子があと2人もいるのよ。これもなんか今思えばムカつくよな。今友達になった子があと2人もいるのよ。何そのコミュニケーション能力高いでしょ私っていうアピール。ぶん殴ってやろうか。マリン、仲良くしようね。はい、そうだ、マリンが可愛いあだ名考えてあげる。よく初手でこいつと仲良くなりに行ったよな、ベルヘルミーネも。え、どうしよっかな。可愛いかな、プリンちゃん。そうなんですよ、ランダムなんですよこれあだ名。プリンちゃん、よろしくね。な、ダメよ、勝手にあだ名つけちゃう。な、僕多分ね、こいつはあだ名つけてもらえなかったんですよきっと、私の憶測によれば。いいじゃん。ね、プリンちゃんはいいよね。いいよ、別に、なんでも。あ、うん、私も自己紹介するわ。オーガスタよ、よろしく。ねえ、立ち話もなんだし、カフェでも行かない？あ、そうしよう。いいよ、お茶しに行こう。見て、わ、何事？シトラールよ。え、来るぞ16歳にしてまだ首座ってない男来るぞ。こっちにいんな。あの方たちがシュトラール。いやー、さすがシュトラールに選ばれる方々ね。素敵、早くお近づきになりたいわ。みんな素敵ね、誰を狙うか迷っちゃう。なんでシュトラール狙う前提なんだろうなこいつら自信ありすぎだろ自分に。え、それどういうこと、早くもシュトラール狙い。本当にビッチだなこいつ。その意見もどうかと思うけど、ま、とにかくお茶しに行きましょう。そんな感じで早速お友達もできて、素敵なシュトラールクラス生も見れて、高等学園1日目は順調な滑り出しってところでしょうか。これからの2年間が楽しみです。はい、ということで、いきなりこの
左上のさ、なんだろう、このいかがわしい形のものあるじゃないですか。いかがわしい形のパラメーターがもう早速乱れてるんですけど、これは振動が高いとこうなるのかな。なのでなんで最初まず休憩から入らなきゃいけないんだよ。一発目休息ってどういうことだよ。はい、ということで、イベント一番最初はルイ様かな。ルイ様のイベントが1月にあるので、1月まではひたすらパラメーター上げをしていきたいと思います。はい何この動画。今日はクリスマス、学園主催のパーティーの日。早く支度しなくちゃ、行かなきゃね。クリスマスはやっぱりこういうね、恋愛ゲームでは欠かせないイベントですから。はーい、さあクリスマスパーティー会場へ行きましょう。こっち見ろ楽しみ。マリンはきっと注目されちゃうからってお父様ドレスを買ってくれて。それはどういうこと。注目されすぎるから変なドレス買い与えられたってことかい。車が来たようよ。さあ行きましょう。絶対仲良くないよねこいつら。それじゃあ出発。申し訳ございません、あなたの身なりでは会場に入ることはできません。お引き取りください。そんなことある。マリンちゃんは入れなかったのかわいそう。残念ね。あなたの分まで楽しんできてあげるわ。気にすることないわ。本来聖夜というものは静かに祈りながら過ごすものだから。じゃあお前一緒に私と祈ってくれや。こっち見ろ。ああ別にいいんだもん。ああっていうね、容姿が足りないとこういうことになるんですよ衝撃でしょ。泣くわちょっと。なんとイルミネーションなんていうもんがあるんですけど、これは行くしかないよな。クリスマスパーティー行けなかったしな。イルミネーション、イルミネーション見たいけど、夜に女の子一人はやっぱり危ないですよね。素敵なんでしょうけど、危険だと思うならば危険なのであろう。ね、ちょっと深いこと言うな。そうですか、わかりました、ありがとうございます。作戦失敗した、今度はうまくやらなきゃ。お前さ、一回このデートの場面まで戻ってくるのにプレステ2だからどれだけ時間かかると思ってんだよ。めんどくせえんだぞこれ。イルミネーションを見たいけど、夜の女の子一人はやっぱり危ないですよね。素敵なんでしょうけど。ならば、よし、私自ら連れて行ってやろう。明日ですね。よろしいですか。ありがとうございます。よし、よし、ありがとうございます。行くぞ。エレガントを着ればいいんだよね。ん、エレガントじゃないわ、トラディショナルだ。今日はちょっと今着々とデータを作ってるんでね、安心してくださいよ。イベントすべて回収していきますんで。まだ来てないみたいだな。少し遅れたか。いえ、私も今来たところです。その服なかなか良い趣味をしている。せやろが。イルミネーションだ。夜の街は昼間とはまた違う顔になる。いや、そんな普通なこと言わないでよ。寒いですこの時期は特にそうですね。光が溢れていますね。光が溢れているっていう言い方的にはどうなんだろうね。光属性多分嫌いじゃないですか。これ人完全に闇属性じゃないですか。光属性オルフェだったら光が溢れていますねっつったらなんか希望に満ち溢れていていいとか言いそうかもしれないけれども、寒いですはおそらくないでしょう。この時期は特にそうですね。と、良い。よしよしよし。そなたは素質がある。何なの素質って。何を試されても常にテストなのこれ。まあ楽しませてもらった。あ、でもそこそこなのかこの言い方。帰るぞ。楽しかったでしょ。送ってやろう。お、当然だ。めっちゃ好感度高い。よしよしよし、順調だよ。データ作りはまだ1年目の12月なのにめちゃくちゃなんていうの、ステータス高いからね。早く街に行かなくちゃ。まあ、マティアお祭りムードでいっぱいね。マティアもう大騒ぎ。噴水から流れる今年できたワインを飲みながら花火を見るのが風習。なんかそんなワイン飲みたくないよね、正直言ってね。しかし、グーヘン王国でもお酒は二十歳を過ぎてから。私たちはグレープデューツで乾杯。ねえ、頭悪そうやな。12時ちょうどに
恋の願い事をすると叶うっていうおまじない。やってみない？いいでしょう。ゲーミングルーイにしてありますよ。何それ面白い。絶対知ってたからな、こいつ。やってみようよ。絶対知ってたからな。そんな子供みたいなこと言って所詮迷信よ。でもゲームとしては楽しめるわね。何をゲームだと思ったんだろうね、このオーガスタは。ゲームとしては楽しめるってどういうこと？ゲーム要素ないでしょ別に。じゃあやってみましょう。結果が出るまで何年かかかるゲームだと思ってんのかな。カウントダウンが始まる。誰との恋のおまじないをしますか？この話で時間制限やめろ。ギリギリ前粘ってみるか。せい！ルートビッヒ様との恋が叶いますように。コナミね、コナミさんいつもなんですけど花火綺麗なんですよ。ルイス、ルイスや。日本語で言え。みんな誰との恋の願い事をしたのかしら。こんな時まで目をそらす必要ねえだろ。代表。怪しいな。姫事がいいんじゃない。そうだよね。私にも聞いたりしないでちょうだいね。聞かねえよ、興味ねえわ。バカ、調子乗んな。自意識過剰かよ。こんな話をしつつ、まだまだ終わらない夜を過ごすのでした。くだらん。学力もう229だからね。よし、じゃあルイ様とね、美術館で日曜日じゃねえや、なんだっけ、1月に、1936年の1月にデートで美術館に行くとイベントが起こるらしいんで行きますか。一発で、あ、セーブしときゃよかったな。はい、交換所です。一発で頼むわ、ルイ様。ルードヴィッヒだ、そなたか。お、遠慮はいらん、要件を言ってみよう。大好きじゃん。で、何度かデートしとかないとそのイベントが起きないらしいんで、あえて好感度を上げてきました。美術館、さすがにじゃあ行ってくれるよね。今美術館で新進作家特別展をしてるらしいんですけど、作品の意図を理解できるか不安なんです。ならば、よし、私自ら連れて行ってやろう。おざす。やった、作戦成功。よし、行くぞ。エレガント来たからトラディショナルで行きましょう。違うわ、トラディショナル来たからエレガントで行こう。エレガント。すいません、お会いになりました？今来たところだ。ゲーミングしてますね。では行くぞ。 RGB カラーが輝いてるよ今日も。美術館での仰々しいセレモニー。お、握手みたいな。知らないイベントだ。あ、でもこの首飾りとても素敵です。隣国の親善の証、先日の当国との友好条約、その記念の貢ぎ物だそうだ。今日の主役といったところか。少子、この首飾りはただのくさび。俺の半分ぐらいの年齢だよね君たち。少子っていうの、その年でくさび。せっかく美術館に来たのだ、一回りしようではないか。あ、はい。しかしこの彫刻や絵に何の価値があるのか私には理解できん。愚民どもは意味のないことをするものだな。あってないような内容だな。内容だけに。観客も揃ったようだ。そろそろ余興の時間だな。え？あ、何が起こるの？ええ？ちょっと待って。物騒なんだよイベントが。どういうことっすか？何？全く伝わらん。ざわざわ。なんか騒がしいですね。お前この状況を見ても騒がしいでですね。すますの。めっちゃ噛んだ。今もう真っ只中でしょ。渦中でしょ。どうやら先ほどの首飾り何者かに盗まれたらしい。測ったな。え、あ、神前の首飾りが壊れてる。なんとも脆い友好だな。お前がやっただろこれ。名ばかりの友好、そのくさびとなる首飾りが砕かれたとなるとどんな結果を招くか。
楽しみだ。え、なんかめちゃくちゃ性格の悪い国の支配の仕方しようとするね君。 まさかルーイ様が何の話だ。犯人はあそこで取り押さえられているではないか。ゴミじゃんこいつまあ初めから無意味な条約だったのだ。何が起ころうと変わりはしない。さあもうここには用はない。早々に立ち去るのが賢明だな。いや面白すぎるだろうこのイベント。あ、ルイ様。え、面白すぎるって何なのこのイベント。ちゅうわけでデートに行きます。エレガントに行きます。合ってるかな、合ってるかな。すいません、お待ちになりました。いや気にすることはない。私今日の服装は君によく似合う。飛ばしちゃった。せっかく何か言ってくれたのに。今日は空が澄んでいるな。このような日は今からなら馬を飛ばせば間に合うだろう。どこ行くの？私のわがままに付き合ってくれないか。最初から馬で来ればよかったんじゃないの？門限までには必ず君を部屋まで送り届けよう。さあ乗りなさい。あ、馬スタンバイしてたんだおかしいな。はい。はっ、はっ、キャー、怖い怖ければ目を閉じているといい。馬に乗りながら目閉じてる方が怖いでしょ。振り落とされぬようにもっとしっかり私に捕まって。はっ、いいな。はっって言うだけでかっこいいんだもんな。腹立つな。着いたよ。さあゆっくり目を開けて。この荘厳な夕日が全てを包み込んでくれる。どこだよ馬を砂浜に入れてやるな。しんどいでしょ歩くの。私の秘密のオアシスだ。時々疲れた心を癒しに来るのだよ。プライベートビーチかな。え、オルフェ様でも悩まれることがあるんですか失礼だよ。ん、なぜだ。人間だからねオルフェ。機械じゃないよこの人。だって何にでも優しくら、いや、え、優れてらして何事も軽くこなしてしまわれるのに。軽くか。時々それが虚しく感じるのだ。沈めるか沈めよう。ムカつくわ。え、いや失礼。いや本当失礼だよ俺に謝れ。なぜかな。ここに人を招待したのは君が初めてだ。何にも優れてない俺に謝れ。君もこの景色も全てを染め上げてしまう夕日。こんなに尊いものは夕日のベールをまとった君はまた格段と美しい。今日は付き合わせてすまなかった。寮まで送ろう。こんなこと言ってるけどねこいつまだ好感度全然高くないからああなるほど、こういうイベントが見れたんだね。なんかちょっとイラってするイベントでしたね。あの野郎俺に謝れ。来たかね。そうだ、承認をオルフェ様にもらわなくては。あれ、いない。トラルシティにいないとするとちょっと探してみよう。あら、あそこにいらっしゃるのは。ここはいつ来ても心が和む。やや大物長ですね二人ともどうしたの伸びた。オルフェさん、ハンサム要素がちょっと入ってますけど。すごいものだこの真紅のバラは。一切の汚れを感じさせない。育てた者の心が澄んでいるからだな。ありがとうオルフェさん。でもあなたの方がすごいです。何なんだろうねこの突然の BL 要素。私が何にも負けないほどの輝きを放っていて、心には一つの濁りもなく前へと進んでいってる。僕には眩しすぎるくらい。カミュ、そのバラもあなたに恥じらいを感じているみたい僕もあなたのように強くなれたらいいな。僕、カミユ、君は私にはないものを持っているではないか。そうだよね、別作品ではやたら喧嘩好きでめちゃくちゃ強い役とかやってたよね。いやいや、それは私には真似のできないことだオルフェさん。撃滅のとか言ってなかった。んー、今声をかけては悪いな、後にしよう。いや、このねシトラール補佐員イベントもねかなりあるんですよ。これも全部回収していきたいな。あそこにいるのはマリーナは茶番。カミュ様と
デートやで。行くで。寮の門の前に立ってるのは神様、迎えに来てくれてる。めちゃくちゃ好感度高い。すいません、お待たせしちゃって。ううん、気にしないで。この前と同じ服なんだね。あれ、まあ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 、気を取り直しましょう。帰られないであげましょう。まずどこに行きたい？移動遊園地ですね。移動遊園地でデートするとどうやらイベントが起こるっていう噂を聞いたんだけど、あれ、これ本当にイベント？占いの館とか好きなんじゃないの？メリーゴーランド？メリーゴーランドよりは占いの館の方が好きそうだけど、どうです？そうだね。ん？そういう意見もあるね。あれ？イベントは？ちょっと疲れちゃった。ごめんって。じゃあ帰ろう。イベントは？あれ？イベントは？いつものところまで送ってあげるよ。嘘つくときあるんだよな、攻略サイト。あ、そうそう。あ、そうだそうだそうだ。あのね、2週目の半ばにして知ったんですけど、クイックセーブ、クイックロードなるものがあるんですよ。早く知りたかった。ちょっともう一回やり直すわ。服が同じ服だったからダメなの？違うな。違うな。え、占いの館はダメだったからメルゴー。やっぱり、そう言うと思ったよ。僕と同じだもん。割とメルヘンの選択肢が正解なんだね。で、今日はすごく楽しかった。どうもありがとう。で、イベントって何？じゃあ帰ろう。イベントって何？いつものところまで送ってあげるよ。神様？神様？ちょっと神様？医療遊園地でデートって書いてあんじゃん。どうなってんのこれ。まあいいや、別に。なんか演芸部のイベント見れたし、いいよもう。がっかりだよ。門の両門に立ってまたい、ま、神様迎えに来てくれてる。すいません、お待たせしちゃって。ううん、気にしないで。その服とても似合ってるよ。うっす。あ、めまいが。あ、めまいが。神様大丈夫ですか？あ、うん、ごめんね。僕、人混みに酔っちゃったみたい。女子かよ。すぐ落ち着くから。あ、風船だ。懐かしいな。ふふ、私ピエロさんからいただいてきますね。あ、いいよ。あの風船は僕の手元には届かないから。嫌なこと言うな。まあ未来が見えるんだったら仕方ないけどさ。え？あ、風船が。やっぱり飛んで行っちゃった、風船。すねあたりに蹴り入れたいな。本当は僕も欲しかったんだけど、やっぱり無理だった。変えることはできないんだ、僕の。神様。あ、僕風船が好きなんだ。小さい頃一度だけ会った少年が風船を膨らませてくれて。え、それなんか私じゃないのか。男の子だもんね。少年って言ってるもんな。家から出られない僕に学校のことや街のこといろいろ教えてくれた。 F4 の中にいたりしないのかな。何もかも新鮮だったんだ。だから風船は僕の好奇心の象徴なんだよ。今彼と同じ学校に通えるようになったこと、ああ、すごく嬉しいんだ。その彼とは、外に出たことがなかったのですか？そこじゃねえだろ。なんでそこなんだよ。うん、この学園に入学した時初めて外の空気を吸ったんだ。体が弱かったせいもあるけど、僕は普通の人と違うから。わずらっとるな、こいつも大概で。でもおかげで素敵なものを見れました。空中に浮いた風船のお花畑。そうだね、綺麗だね。本当に君ってありがとう。神様？えんやで。すいません、お待ちになりました。今来たところだ。その服、なかなか良い趣味をしている。せやろが。さあ、ルイ様。遅い。え？この水路でどなたかお待ちなんですか？いや、ゴンドラをな。やっと来たようだな。さあ、これに乗るのだ。
足元に気をつけよ。はい。私は無駄が嫌いだ。一秒の狂いで全ての歯車が噛み合わなくなる。どこの CEO だよ。Google とかのレベルの CEO でしょ。船頭さんと話してるのね。そうなの？でも違和感のある？抜かりなくな。今船頭さんに何を渡されたんですか？指示を記したメモだ。指示？何を？いい感じのとこ回ってくれ的な？この男は私の同胞。革命のためにその身を盾にする勇気あるものだ。言いたくなかったけどさ、テロリストだよねこの人。それではやはり今までの一連の騒ぎ。そなたはこの世の今のありさまをどう思う？流されるだけで堕落していくこの様を。人間らしくていいと思います。怠惰が欲望を貪るだけの亡者たちを作り上げ、不平不満だけで何も行動を起こさぬ腐り切った下道どもを。マジのテロリストじゃん。テロの思想だよそれ。導かねばならぬ。誰よりも優れた選ばれた人間がな。なんかさ、マジでこんなゲームの枠に収まってちゃいけないよね。みんな、こうなんか乙女ゲームじゃないよ君たちの出番は。きっと壮大な RPG でしょ。独裁者。私は全ての頂点に立つ。私は完璧でなければならない。この世界を変えるために。恋愛ゲームに収まっていい器じゃないよルイ様。ここでよい。下ろしてくれ。よいか。指示通りにな。この計画に失敗は許されない。お前の腕を信用しているぞ。一体何をするつもりなの？そして戻るぞ。辛抱があるのですね今の船頭さん。あの男も私の手足に過ぎぬがな。重たい重たいよ。乙女ゲームのお話じゃないんだよ。そうだ、早めにシュラール室に行って明日の会議の準備をしておこう。あれ、人の声。今日は誰もいないと思ったのに誰かしら。ちょっと覗いてみよう。何を考え直せというのだ。この私に。勇者対魔王じゃん完全に。勇者対魔王のそれですよこれは。あのね、なんだろうな、あの目と目のあたりにあるなんていうの、バチバチバチみたいな光線みたいなあるじゃないですか。あれが全てを台無しにしてますね。あれがなかったら強者たちの戦いって感じがするのにな。急にチープになってんだよあれが。お前のその独りよがりの思想では誰一人ついてきはしない。そうか、ならば強制的に使うまでだ。うまく先導すればよいのだ。利用されていると気づかぬようにな。はあ、まあでも本当に光と闇だね。そして使えぬものは切り捨てればよい。こんなこと言ってるけどこいつデレッデレだからね。ただのかまってちゃんの可能性が高いからねルイ様。人の心というものを無視してそれでどうする。うん、お前は魔王のごとく頂点に君臨しそのようなことを皆に強いるのか。傀儡使いにでもなるつもりか。所詮自らの意志を持たず何も起こそうとしない進歩のない愚民どもだ。誰かが操らねば何も変わりはしない。お前の言う理想の楽園とやらも永遠に作ることはできないのではないか。お前と私とはいつまでも平行線なのだ。平行線なのかな。なんかちょっと表現違う気がするな。もうちょっとある気がするな。なんか大変なことを聞いてしまったわ。あわわわわわわわ。ここにいてはまずい。帰ろう。おっと、小ネズミが一匹って言われそうだもんね。今日から2ヶ月の夏季休暇はオーガスタの お屋敷でバカンスよ。これはどうでもいい話ですね。さあやってまいりました学園祭でございます。行きましょう。早く行かなくちゃ。お前の話はいいんだよ。ふう、いつもながら校長の話長かった。早く園芸部の準備に行かなくちゃ。今回はね、園芸部に所属しております。いや、いよいよだね。この花の種を小分けにするの
手伝って。何が悠々なんだろうね。何の出し物の準備もしてる様子俺は知らないけど。みんな買ってくれるかな。ワクワクするね。たくさんの方が応援していらっしゃってますね。なんかな、眉毛がキリッとしてらっしゃるね。どうしたの。こんな顔の貯金箱あるよな。うん、育て方を教えてあげながら花たちの種を売ってるんだ。はい、これ君にあげる。え、神様、これは。これはね、クロッカスの球根だよ。クロッカス、早春を告げてくれる花。丈夫で手間がいらないから、とっても育てやすいし、それに君に似合うと思うんだ。あ、似合うポイントはどこですか。丈夫で手間がいらないから、とっても育てやすい部分ですか。ズボラに見えてるのかな私。この花は悲しみとは縁のない花なんだ。これは私陽気やと思われとるな。とっても明るい子で活動的だから、つい春を待ちきれずに咲いてしまう。この花を育ててくれることで、君が元気を忘れないでくれたらって、そう思って。いやー、なんかちょっとね、なんか3割ぐらいバカにされてる気持ちになりますね。ありがとうございます。お優しいんですね。そんなことないよ。僕、本当は羨ましがってるだけで。え？僕にないものをいっぱい持ってる。この陽気な花たちが、そしていつも元気な君のことが、自分と重ね合わせて、ただ偽りの満足に浸っているだけかもしれない。神湯様。あ、ごめんね、くだらないことを言っちゃって。育て方を教えてあげないとね。この花は水栽培で簡単に育ってくれるから。神谷様、なんだかとっても悲しそう。闇深いね、ちょっとね。今日はどうもありがとうね。学園祭とは何だったのか。果たして。今日は学園祭の日だわ。早く行かなくちゃ。長いんだよ校長の話。ふう、いつもながら校長の話長かった。早く科学研究部の準備に行かなくちゃ。来たか。よし、時間通りだ。おい様、もうすぐ独演会を始める。独演会なんて部活でするもんじゃないから。科学研究部で独演会なんてするんじゃないよ。出しておいてまずいものがないか、もう一度確認して。出しておいてまずいものがあるんですね、ここに。ずいぶんたくさんの方が集まってらっしゃいますね。中にはこの国の名士たちも多く混じっている。これから始まる私の演説に駆けつけたのだ。私を崇める者たち、改革という名に飢えた者たちがな、飢えた子羊たちがじれている。食事の時間だ。そろそろ始めねばな。この人だけ生きてる世界線違うんだよな、マジで。本当に他の江戸とかさ、江戸直次神とかと生きてる世界線違いすぎるでしょ。そなたもそこで私の話を聞いていくがよ。一人だけやたら重いんだよな。はい。みんな、よくぞ集まってくれた。崇高な志を掲げし、高潔なる同胞たちよ、私は嬉しく思う。どこのスペースなのこれ。科学研究部にこんなスペースあんの？なんて通る声なのかしら。そして堂々とした威厳ある姿。みんなルイ様のお話に垂頭しているわ。お前も危険だな。そしてこの堕落した世界は醜悪なラビリンスに過ぎない。醜悪なラビリンス、多分一生使わないセリフだな。そのメビウスの帯と化した日々の濁流を断ち切らねば何も生まれはしないのだ。なんでこんなに世界を憎んでるの？10代にして何があったの？今こそ立ち上がるのだ。勇気を持て同胞たちよ、真実の光を手に入れるために。50代の組織のトップの言うことだよ。私はここに誓う。我が手で、我々の手で必ずや成し遂げようぞ。なんか撃たれたりしそう、この人。おはーじゃないんだよ。危険な学校だな。ルイ様、お疲れ様でした。すごい喝采ですね。人の気を集めるなど
造作もないことだ。シトラールには割と嫌われてるけどね。そうなのですか。しかし単純な者たちだ。ルイ様、今日はよくやった。褒めて使わそう。危険な人ですね。非常に野放しにしたら危険な人だ。